です。今日は太陽礼拝をアクティブバージョンで行います。ではマットの前の方、両足を揃えて立ちます。胸前の足を一呼吸置いて、吸って両手頭の上、視線を空です。吐いて腿の付け根から前屈スワンダイブ、吸って腰から背骨を伸ばしてルッカー、両手両足の横、最初は1個ずつ足を後ろに引いて、板のポーズ、かかとから頭のてっぺんまで一直線呼吸をします。吸って深く吐いて、おへそを背骨の方に引き上げる。もう一つ吸って、吐く呼吸で肘を曲げて胸と床すれすれジドラマ。吸って体を前に、耳と肩とタップドッグ、吐いてつま先をマットに立ってお腹腰を背骨の延長線上に引いてダウン。吸う呼吸で、かかと床から持ち上げて、吐いてマットに下ろそうとして呼吸します。もう一度吸って、つま先立ち、ヒップの位置を高く、膝を曲げて、そこからお腹とお尻をぐーっと空に向かって引っ張り上げて、最大限に背中を伸ばす。下ろせるところまでかかとを下ろします。膝を伸ばして、完全にかかとがついたらマットに沈み込ませて、右の足骨の延長線上に引いて、吐いて膝を曲げて、手と手の間、背中を伸ばしてランジポジション、おへそ引き上げる。左の足を前の足に揃え、吐いて前屈ウッタナーサナ、吸う息で起き上がります。両手両サイドから頭の上で合掌、吐いて胸前、反対足、両手頭の上に、吐いて腿の付け根から前屈、腰から背骨を伸ばしてルッカー。体が温まってきたらジャンプで足を後ろに引いてもいいです。チャトランナー、吸ってアップドー、胸を開いて、吐いてダウンワードフェイシングドー、呼吸です。足を腰幅に、手は肩幅より広め、指の間大きく開いていくか、十分に呼吸を体に通します。次の吸い気で左の足を背骨の延長線上です。吐いて膝を曲げてステップイン、ローラーナーズランジ、背中を伸ばします。右の足を前の足に揃え、吐いて前屈ウッタナーサナ、吸う呼吸、指先方向と折り頭の上、動きが増えていきます。吐いて腿の付け根から前屈、吸って腰から背骨を伸ばしてルッカ、吐いて両手両足ジャンプでプランク、チャトランナープッシュアップ入れて、もう一度肘曲げてチャトランナー、吸ってアップドロー、胸を開きます。吐いてダウンワードフェイシングドッグで一呼吸、鼻から吸って胸開く、吐いておへそを引っ込んで尻尾の骨を合わせたら、左足を先に行きます。左足を背骨の延長線上、吐いて膝を曲げて、手と手の間、左手をお尻の上に置いてツイスト、余裕があります。吸って左手指先を空です。胸を大きく開いて呼吸をして、吐いて左手をマットに下ろし、右の足前足に揃え、吐いて歌いなさい、吸う呼吸、指先と後頭部に当たる上で合わせ、吐いてこのままスワンダイブ、吸って力背骨を伸ばしてルッカ、吐いて両手両足横、ジャンプで足を後ろに引いてプランク、チャトランナープッシュアップ、入れられたら入れてください。もう一度チャトランナーから、吸って体を前に、無理する必要はありません。必要な分だけ一緒に動いていきます。呼吸を続けて、吸う呼吸を背中に通して、吐く呼吸で体の中全部空っぽ、クレンジングします。右足です。吸って右の背骨の延長線上に、吐いて膝を曲げて、手と手の間にステップイン、右手を尻の上です。背骨をツイスト、心地が良ければ右手を反る、吸う呼吸で右手指先にもう一つ遠く、胸を開いて、吐いてマットに
ジャンプで足を後ろ、チャトランナ、吸ってアップドッグ、吐いて、ナーのフィジングドッグ、呼吸と体を感じていきましょう。あと一呼吸、体と体を戻して、視線と共に回るが、一歩ずつでもジャンプでもいいです。足を前、まっすぐ伸ばす。はい、吸って戻ります。じんわり汗かきましたか？ではまた。